花小金井教室の皆様、いつもありがとうございます。インストラクターの土屋彩子です。レッスンでいつも行っているスーパイン呼吸の説明をしたいと思います。骨盤を後傾させたり、また元に戻したりっていう動き、骨盤周りのウォーミングアッププラス、胸式呼吸ですね、 の練習になります。まずマットに仰向けになります。まずマットに仰向け、仰向けのポジション、スーパインポジションと言います。で、今からスーパイン呼吸というのを行いますけれども、膝を立てて膝は腰幅に開きます。この時に膝がデーンって外に出てしまったりくっつけたりしないように、ちゃんとつま先まっすぐパラレルにして膝を立ててください。でピラティスには骨盤のポジションがあります。この骨盤の左右のこのグリグリとした骨ありますよね。この部分と真ん中の恥骨を結んだこの三角形、この三角形をマットと水平にします。なのでここがこう反り腰になってしまったり、ぐーっと後傾してしまったりせず、姿勢を正してまっすぐ立った時に綺麗な S 字ライン、背骨が描きますよね。その時に腰の部分のカーブがしっかりある方は、この腰の後ろに少し手のひら一つ分ぐらいの隙間ができると思います。そして背骨まっすぐにして、手のひらは床に伏せて、体のサイドから45度離します。これがスタートポジション。そしてこの骨盤のポジションをニュートラルポジション。言います。次にインプリントポジション。インプリントポジションはこの腰の後ろの隙間をお腹の力、腹筋の力を使ってぐーっと腰の後ろの隙間を埋めていきます。ぐーっと、その時にこの腹筋がこちら側に、頭の方にぐーっと引き寄せられるように、恥骨が上に引き寄せられるような感じですかね。この時に腹筋使っています。足の後ろのももには力入っていないです。もものこの力を使っているとグッとお尻浮く方いらっしゃいます。これは NG です。足はリラックス、使うのはここの腹筋部分です。腹筋の力を使ってグーッと骨盤が少し後傾します。後傾します。このポジションのことをインプリントポジションと言います。ニュートラルポジション、インプリントポジション、腹筋の力を使ってインプリントポジションです。これを呼吸と合わせて行っていきます。はじめはニュートラルポジション、背骨まっすぐにして手は伏せます。鼻から吸って準備、吐きながら吸いながら戻ります。もう一度吐いて、となります。動きとしてはこういった動きを腹筋群を使って行うということになります。立ち上がった時だとよく分かりやすいんですけど、立った時にこういう動きになります。こういう動きに、日常生活で骨盤部分だけをこういうふうに動かすという動きがないので、なかなか慣れない方はとても難しいと思います。ただ、後々、股関節が故障してしまったり腰痛とか引き起こさないためにも、骨盤のこの後傾とニュートラルポジションというのはすごく柔軟性があった方が怪我も防止できるので、ぜひここの意識して行ってみてください。以上、いつもレッスンで行っているスーパーイン呼吸でした。ありがとうございました。